皆さんこんにちは。佐藤大輔です。佐藤のラジオ第717回よろしくお願いします。はい。今回は2024名古屋グランパス開幕メンバー予想ということで、いよいよ、いよいよですね、2024明治安田 J1 リーグ開幕1週間を切ったということですね。本日スーパーカップも行われましたしということで、まあ今年から 明治安田 J1 リーグ、J2 リーグ、J3 リーグということで、昨年まではね、明治安田生命ということだったんですが、まあ、今年から少し故障が変わったということはありますが、まあその、スポンサードしているグループが変わったということではないということで、まあ、この辺りはね、スポンサー戦略、イメージ戦略ということなのかなと思いますが、まあ、我らが。 グランパスは23日金曜日ですね。18時鹿島アントラーズをホームトヨタスタジアムに迎えて開幕ということですね。今年はホームで開幕ということになります。まあ、最終戦にトヨスタが使えるかどうかわからないということを。あの考慮してホーム開幕。 ということになったのかなと、まあ、ホームで開幕すると、最終戦はアウェイということになるかなと思いますので、まあ、この辺はね、最終戦がちょっとどうなるのかなっていうようなこともあるのかなと思いますが、まあ、とにかく今年はホームで開幕ということで、まあ、なのでね、なんとか勝利を収めてほしいなということですね。で、まあ、当然開幕に向けて本当に気になることは多々あるということですね。どんな戦い方をするのかなとか、新戦力、あの選手は出るのかなとか、相手はどうなってるのかなとか。 やっぱりその中でも開幕メンバー、まあベンチ入りも含めてですけれども、やっぱり気になるなということで、まあここまでのチームのね、準備状況、まあ報道を中心としてね、あの、漏れ伝わってくることから推察しながら開幕メンバーを予想していきたいなと思います。で、まあ、あの、ここに関してはね、あの、何回も言っているようにインサイドグランパスだとこう、 話しててたたたよよとか、赤シャチにはこう書いいあったよみたいなね、有料媒体の中身に関するものはまあ、触れずにと言いますかね、まあ、コメントでもね、そういったところはちょっと我慢していただいてということであくまであの一般に出ている情報の中であの、まあ、赤シャツでも無料記事出てますし、ねまあ、そういったあの中日スポーツの記事だったりというところからあの予想をしていきたいなというふうに思います。 はい、でポジションごとに見ていきたいんですが、まずはゴールキーパーですね、でゴールキーパーに関しては、まあ、ランゲラック選手、スタメンでしょうということですね、まあ、ランゲラック選手が一番後ろに構えているということはね、ねグランパス、ここ数年の強みということですしね、これまでもランゲラック選手に何度となく窮地を救ってもらったということで、まあ、あまりね、ランゲラック選手、大活躍みたいな試合展開は、まあ、考えものではあるんですが、まあ、今季もね、守護神としての活躍、期待したいなと。 いいう,うに思いますまたね、今年はキャプテンにも就任してということで、まあ最後尾からね、しっかりとチームを支えてほしいなというふうに思います。で、ゴールキーパーに関しては、スタメン争いというよりは、ベンチ入りの争いがしれなのかなと、1つの枠をまあ4名で争うということで、特にその4名の中でもね、昨シーズンまでの序列だと、武田選手のベンチ入り濃厚かなというところですが、 武田選手が負傷した後は三井選手がベンチ入りをしていたというところもあって、で名義カップは武田選手と三井選手2人が入っていてと、まあ、リーグ戦になったら当然、ゴールキーパーの枠は1つになると思いますので、この2人がね、ベンチ入り争うというところで、まあ、ただやっぱり経験、実績ある武田選手の壁は。 高いいいのかなという,ふうに思いますあのゴールキーパーが、ね、途中で出場するとなるとアクシデント的な出場の仕方になると思いますのでやっぱりかなり難しい状況での投入となると、まあ、経験のある選手を置いておきたいというような気持ちというところは、ね、十分分かるところ、まあ、そう考えると三井選手としてはやっぱり超えるべき壁は非常に高いというところですが、まあ、三井選手は三井選手でなんとか、ね、ベンチ入りの座をつかみたい。 いうところなのかなと思いますなのでカーンいいに関してはねベンチに誰がゴールキーパー入るのかというところ注目かなというふうにも思いますはいで続いてセンターバックですねまぁ、あ、センターバックのメンバー今期注目ポジションと言いますかまぁ、あ、率直に言うと不安 もあるるポジションととということが言えるのかなと思っております、まあ、新加入選手がね、どうとか、そういうレベルではなくて、正直やっぱ抜けてしまった選手の穴があまりにも大きいなというところですね。で、まあ、やっぱりその主力選手が何人も抜けてしまった、1人抜けてしまったっていうことであれば、まだしもというところですけれども、ディフェンスラインの構築が大きく異なるということになってくると思いますので、連携面も本当に、 かから構築していいくようなな状況に近いのかなと特にやっぱりディフェンスラインというのは本当に連携っというのは非常に大切だと思いますしそこがずれてしまうと一気に失点のピンチを招くというところになってくるので、まあ、誰が出るのかというところもそうですしその出た3人でしっかり連携して守備できるのかというところも非常に注目かなと、まあ、やっぱり開幕誰が3名ピッチに立つのかというのは注目かなと。 思いますでまたセンターバックでいうと新戦力の八ンデ選手が、まあ、10日のプレシーズンマッチで、まあ、少し負傷したようですというところですね、まあ、13日の練習ではピッチにいたようですが、別メニューということだったみたいなので、まあ、23日の開幕に間に合うのかというところに関してはちょっと予想が困難かなというふうには思っております。でまあ、ハチハン選手 コンンディション問題なく仕上がっていればセンターバック中央でスタメンに名を連ねるのかなというふうに思います。で右は野上選手左川面選手というのは、まあ、ここも濃厚なのかなと思っております。まあやっぱり昨シーズンからの継続性であったり J1 での経験などを考えると、まあ、この2人がピッチに立つということは一つ。 安心材料と言いますかやはりディフェンスラインに関しては安定性というものが第一だと思います。まあ、その名義カップでは内田選手が右のセンターバックで出て可変というかねサイドバック的な動きをするのであれば内田選手もというところはあったのかもしれないですけれどもやはり野上選手が入ってからあの落ち着いたと言いますか、まあ、守備力もそうですし野上選手ねフィードからあの中山選手の裏に蹴ってという。 ッ蹴っておりましたし、まあ、そのあたりも考えても、野上選手の出場は濃厚なのかなというふうに思います。で、中央に関しては、先ほど言った通り、ハチャンレ選手が出られるのであれば、チャンレ選手がスタメンで、ちょっと難しいのであれば、井上選手がスタメンなのかなというふうに予想をします。でベンチ入りに関しては これもやっぱりチャンレ選手が出られるかどうかっていうところにかかってくるのかなというところでチャンレ選手が出られるのであれば井上選手がベンチに回ってで井上選手が出場するのであれば三国選手がベンチに入るのかなと予想をしますでプレシーズンマッチでは、ね、内田選手センターバックとして入っていたんですがやはりセンターバックの枠として内田選手がベンチに入るという可能性は低いのかなと思っております、まあ、ミッドフィールダとととしてということであれば十分 考えられると思いますが本職のセンターバックの選手を1人はあのベンチに置くと思いますので、まあ、チャンレ選手の状況によって井上選手、または三国選手がベンチに入るのかなというような予想をしますというところですね。 で、続いてウィングバックですね。ウイングバックに関しては、右中山選手、左山、中選手共に新戦力スタメンを予想いたします。まあ、これもね練習試合キャンプからまあ、プレシーズンマッチにかけてという。ところで左右のね。ウイングバックかなり新戦力の2人があの何て言うんでしょう。信頼を勝ち得ているような状況を見て取れます。ポジション争っているのは右久保選手、左小野選手ということになってくるのかなとでベンチ入りと。なった 時に左右のウイングバックともに2枠も使ってベンチに入れるのかというのは少し不透明かなと、まあ、あのウイングバックとしてベンチ1枠ということも十分ありえるのかなと思います、まあ、そうなってくると久保選手であったり小野選手はその同じ同サイドの選手とのスタメン争いをしつつさらに久保選手小野選手で ベンチ枠を争うというような状況にもなっているのかなと思います。まあ、ゴールキーパーとセンターバックで1枠それぞれ使って、2枠を使って、ウィングバックに残りの5枠のうち2枠使うのかなと考えると、やっぱりあの1枠っていうことも十分考えられます。でもう 1一つのウィングバックはある程度、なんていうんでしょう、ユーティリティ性のある選手で、ウィングバックもできるよというような選手を入れてというような使い方ということが十分考えられるのかなと思います。で、そうなってくると、まあ、先ほど言った通り、スタートは中山選手、山中選手となり、ベンチ入りの 1一番手は、まあ、久保選手なのかなという気がしております。まああのー、プレシーズンマッチなのでも若干久保選手の方が交代時間早かったりというところで、まあ、ただ小野選手に関して言うとボランチもできるというところが一つ武器なのかなと、まあ、久保選手の時全く何て言うんでしょう、あのー、タイプが。 異なるのでこの辺りはチーム事情によってどちらかがっていうようなことも十分あるのかなただ純粋にウィングバックでの争いで言うと久保選手がベンチ入り一歩リードかなというふうに考えていますはい続いてミッドフィールダーですねでミッドフィールダー今季の並びで言うと何ていうんでしょうアンカーを置いて2人インサイドハーフを。 置くという並びに、まあ、こだわってじゃないですけれどそ,そこの並びをしっかり、ね、時間を割いて準備をしていたように見えます、まあ、ただプレシーズンマッチでは結構早々にと言いますかね相手の状況を見てボランチ二人並ぶ形に変えていたということなので、まあ、ここはやっぱり昨年同様と言いますかこの二つを併用しながら戦っていくことになるのかなというふうに思いますで、まあ、そうなってくるとそのメンバーも 相手の状況によってはダブルボランチも対応しうるメンバーがやはり出場するのかなという予想になってくるのかなと思いますでメンバーとしてはハシ選手がアンカーに入ってインサイドハーフ稲垣選手森島選手とプレシーズンマッチのスタメンの3名が開幕スタメンなのかなというような気がしておりますでこの3名にすることで稲垣選手が1個 降りて、柴矢選手、稲垣選手のダブルボランチにすることもできるので、まあ、そのあたり考えても、この3人でバランスをとってというような形になるのかなという気はしております。 でまあ、この3名のうち、特に森島選手、稲垣選手に関してはスタメン濃厚なのかなと監督からの信頼かなり厚いのかなとで新橋選手のポジションに関しては米本選手であったり吉田選手も含めてという争いなのかなとで特に今季キャンプの序盤なんかでは吉田選手かなり期待を込められて練習、取り組んでいたように見えます。でまあ、ただなかなかかえるべき壁が 高いのかなとまあ特にねトレーニングマッチなんかを繰り返す中でっていうようなところどこまで実戦でその自身のプレーができるのかっていうところでね少し実績のある先輩方にまたあのその座を譲ってるようにも見えますがやっぱりまだ,まだまだというかね当然長いシーズンなのでしっかりとねアピールしていれば当然吉田選手にもチャンスが回ってくると思いますのでそのチャンスが回ってきた時にしっかりとね また序列をつかむ、上げるような活躍を期待したいなと、まあ、ここ開幕、吉田選手という可能性も十分あるとは思います、ここはね、サプライズもあるとこだと思います。で、本当にアンカーポジションというのは求められるタスクは非常に多いと思うので、ここにね、ピタッとはまる選手がいれば、そのアンカープラスツインサイドハーフというところが。 機能してくるというふうに思いますので、まあ、ここのポジションというのも一つ肝なのかなというふうには思っております。で、まあ、ベンチ入りメンバーは、まあ、やっぱり実績面を考えると、米本選手なのかなというふうに思いますし、むしろ米本選手に関してはスタメンということも十分考えられるので、本当になかなかアンカーポジションに関しては難しいのかなと。でまあ、米本選選手手出た場合は選手が ベンチに回ってということなのかなという気はしておりますでミッドフィールダーベンチ入りで考えるとまあ、内田選手とかもその候補になってくるのかなと思いますがこの辺りはあの後ほど述べるフォワード とのの兼ね合いも出てくるのかな攻撃的な選手との兼ね合いも出てくるのかなという気はしているのでまあ、ひとまずねベンチ入り守備的なミッドフィルダーということで考えると米本選手がベンチに入るのかなというような気はしておりますというところですね。 で最後に最前線、フォワードですねフォワードに関しては新戦力、山岸選手が2月2日の練習試合で、まあ、おそらく負傷をしているということですね。でトヨタに戻って13日の練習では別メニューではあったんですが、まあ、スパイクを履いてピッチに立っていたということなのでそこまで深刻な状況ではないのかなと思いますが、まあ、とはいえ 23日の開幕に間に合うかどうかっていうところで考えると13日が別メニューだったっていうことを考えるとフルメニューこなせるのがいつになってくるのかっていうことで本当になかなか開幕にしっかりあの合わせられるのかっていうのは微妙な状況なのかなもちろん出る可能性も十分あるとは思いますがここは本当になかなか。 あの予想がしづらいで、まあ、やっぱり無理するところではないというふうには思いますのでとにかくまずは100%のコンディションにしてほしいですし、まあ、再発なんてことはあっては絶対ならないですからあの当然あの本人は手、ね、たいぞ出るぞという気持ち強いですけれどもここはしっかりメディカルなどとあの話をしてと言いますかあの100%のコンディションというところをまずは目指してほしいなというふうに思います。 でフォワード、ユンカー選手のスタメンは濃厚だというふうに思います。で、まあ、もうコンディション問題ないよってことになれば、山岸選手、スタメンとユンカー選手とコンビでということになるのかなと思います。で、仮に山岸選手、開幕にはちょっと間に合わないよとなった場合に、そのポジション、長井選手、泉選手で争うのかなという気はしております。で、まあ、どちらが出る、まあ、泉選手、スタメンで、 後半、あとから長井選手出てくるっていうパターンも非常に相手にとっては脅威だと思いますし、まあ、逆もしっかりですね、長井選手が頭から出てあのまあ、攻撃できではなくてね、長井選手守備でも本当に貢献度大きい選手ですから、そのもうしっかりとね、ま交、あ、代も見据えてではないですけれども、本当にガンガンにいってっていうこともあるのかなというところですね。で、本当にここは監督の考え次第なところだとは思いますが、その 泉選手はそのフォワードだけではなくて中盤もできますしましてウィングバックもできますということなのでそんな泉選手がベンチにいるということを1人置いておけるとかなり戦術の幅も広がるというところもあって泉選手をベンチに置いておきたいという意味で永井選手のスタメンを予想をします。であとはあのベンチに なんて言ううでしょ長井選手か泉選手のいずれかが入ってあとはパトリック選手もベンチには入ってくるのかなというふうには予想をしておりますということですねでそうなってくるとベンチはこれで6名はあの入ってるのかなというふうには思いますがあと1枠を、まあ、ウィングバックで当てるのかミッドフィルダー守備的な選手で当てるのか攻撃的な選手フォワードで当てるのかっていうようなことになってくるのかなというふうには思っております。 Thank <laughs> you. はい、最後はまとめということで山岸選手、八春選手はひとまず回避ということで考えてみます当然出られればいいんですけれども出られなかった場合はどうなんだろうということで予想していますでゴールキーパーはランゲラックス選手ディフェンダー右から野上選手井上選手川面選手ウイングバック右に中山選手左に山中選手アンカーに椎シ選手インサイドハーフ稲垣選手森島選手ツートッパーはユンカー選手永井選手という11名を予想しています しますでベンチはゴールキーパー、武田選手、三国選手、久保選手で、米本選手、泉選手、パトリック選手の 6名はあの先ほど言った通り上げた選手であと1名誰を入れるかどのポジションを入れるのかっていうところが非常に悩ましいのかなというふうに思っておりますでまああと1人候補内田選手であったり小野選手であったりあとは増井選手ですね攻撃的な選手ということでこのあたりが候補になってくるのかなと思いますであとはやっぱり選手のコンディションなどで大いに変わってくるのかなというふうに思うので本当に 予想難しい、まあ、監督のびぞ知るみたいなレベルになってくると思うので、まあ、このあたり、本当に難しいなと思うんですが、まあなんていうんでしょう、私はその安定と言いますかね、リスクをどう回避するかっていうところで考えがちなので、そう考えてくると、いろんなポジションがこなせて、かつ昨シーズンからチームでね、積み重ねもあるということで、内田選手をベンチ入りと予想をしたいなというふうに思います。まあ センターバックから中盤からウィングバックから一番前もできると思いますので、まあ、ある種、泉選手に近いじゃないですけれどもこういった選手がベンチにいてくれると何かことが起きたときに非常に安心感はあるのかなという気はしております。で、先ほど最初に言った通りあくまでこれは山岸選手、ハチャンレ選手が出場を回避した場合のメンバーとなっております。11名プラス7名となっております。で、 山岸選手、八チャ選手の2人、またはいずれか1人がメンバー入りした場合、あのー、当然、あのー、他の選手というかね、1人、2人、はじかれるということになってくると、まあ、センターバック、フォワードの選手がベンチ外になってしまうということですね、で本当にディフェンスラインから前、センターバックを除くと、本当にメンバー争い、熾烈だなというふうに思います。 でやっぱり開幕スタメンを勝ち取っても全然安泰ではないぞという気はします特に攻撃的な選手に関しては点が取れる人取れない時とっていうことはあると思いますのでそういった状況によって序列というのは常に入れ替わってくるのかなと思いますしまあそういう意味でチーム内でねいい競争を行ってチームの競争力を高めていってほしいですしやっぱり長いシーズン考えるとメンバー固定してっていうところではなかなか 戦いづらいっていうのがね、もうここ近年そういう、あのー、シーズンになっておりますし交代枠も増えていますのでこの5枠というのをね、いかに有効に使っていけるか、まあ、グランパス、ここ苦しんでたところがあったと思います正直交代するたびに少しずつね、ちょょっと、なんて言うんでしょう、でしフレッシュな選手入っているのになかなかギアが上がらないっていうか。 状況の昨シーズンなんかも多かったと思うので、まあ、今シーズンは逆に、ね、そうではなくて、本当にどんどんギアを上げていく、追加点を入れていったり、守備を固めていったりという状況に応じた5枠を、ね、うまく使ってというようなことができる陣容はいるのではないのかなというふうに思います。で、まあ、そういう意味で本当に誰が出るのかっていうのは、なかなか予想難しいな、特にベンチメンバーも含めると本当に予想は難しいというところですが、まずは。 来週の金曜日ですね、開幕戦、勝利、収めてほしいなと思いますし、そこからね、今シーズンもスタートダッシュ、決めてほしいなというふうに思います。結局ね、昨シーズンもね、序盤戦の貯金で、なんとかあの上位にとどまったというところはありますし、とにかくやっぱり、 優勝争いをすると考えると、もうずっと特に上位で争ってないとなかなか厳しいというところはあると思うので、まあとにかくね、スタート肝心だと思いますので、あのー、誰が出てもというところですけれどもね、しっかり、特に開幕ホームですからね、いい戦い、勝利を見せてほしいなというふうに思います。はい、そんなところで、サトーンラジオ第717回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後ままででごご視聴いいたただきありがとうございましたそれでは失礼